はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。5時を回りましたね。12月14日の火曜日でございます。ヤフーニュースでね、こんなん見つけました。このトースポウェブからのニュースなんですけど、元のところで見つかりませんでしたね。これは今日の15時43分と言いますから、まだ2時間は経ってないですね。1時間半ぐらいですか。日大には3000億円の資産がある。学費値上げの懸念に大学ジャーナリストが証言っていう、えっと思いましたね。14日放送の読売テレビ系情報ライブミヤネ屋で、田中英寿前理事長が所得税法違反容疑で逮捕されたことで揺れる日本大学の問題を取り上げた。ここに来て、末松信介ですか、文科省が日大の不祥事を受け、21年度の私学助成金について減額もしくは不交付とする可能性を示唆。前年度は日大に90億円もの助成金が出ていたが、これがなくなる可能性も出てきたと。さらに受験生が減れば受験料による収入が減り、学費値上げにつながりかねないという指摘も出ている。日大側は学費は値上げしないと否定しているが、不安は尽きない。この問題について大学ジャーナリストの石破良二でいいんですかね、良二かな、石破良二氏は、日大には3000億円の資産があると驚きの数字を証言。続けて加藤佳子直人新理事長は、10日の会見で資産を売却してでも学費は上げないと言うべきだった、学生に向けての言葉を発すべきだったと訴えたという記事でございますね。もうちょっとあった。あと2行。今回の問題の最大の被害者は学生に他ならない。日大がやれることは定まっているはずだが、点点点ということで、この記事は終わっております。ギョッとしたんですけど、3000億も資産あんのほんまみたいな。それってね、もしかしてね、日大のね、キャンパスの敷地とか の不動産価格も入ってるんですかね。キャンパス売るわけにいかんやんっていうことですね。グランドぐらいやったら売れますけどね。明治大学はグランド売ったりしてましたね、そういえばね。グランドは売れるけど、キャンパスは売れないでしょう。で、3000億とうちいくら金融資産あるんでしょうね。その3000億のうち2500は金融資産とかって言うんやったら、2500億も金融資産あるんだったら、いらんやん、90億の助成金なんかと僕は思いますけどね。確かアメフト部の事件の時に助成金1回打ち切られたんですよね。で、また復活してるわけですけど、いや、1年や2年打ち切られても平気なわけですよ、きっとね。2000億ぐらい金融資産あったら全然平気でしょ。それこそ20年平気やんってことですね。だから別にええやんという感じですけど、これで受験生減りますかね。減るかも分かりませんね。あの田中理事長の顔が連日ニュースに出てますからね。こんなおっさんが理事長の大学かと思ったら、やっぱりちょっと嫌になりますもんね。減るか。でも背に腹は変えられん、その受験生を受けると思いますけどね。減って2割も減らないんちゃいますか。今年、来年か、来年の受験で2割も減らへんのちゃうんかな。で、来年になったら、来年というか再来年になったらですね、またどうせ忘れるでしょ、こんな時期もうすぐ終わるんで。で、その回復するんちゃいますか。だから1年の辛抱でしょう、きっと。しかし、そんな業者金ありやったら、ほんまに学費値上げせんでええやと思うんですよ。絶対値上げせんでええやんと。助成金も2、3年辞退してな、税金助かるやんみたいな。それよりもな、もっと学費安くしたらええんちゃうの。高いんちゃうの、日大の学費って。なんか一回昔調べたことありますけどね、高かったような気がします。ものすごく高いなという気がしましたね。それはええんですけども、この事件ね、前から言ってますけど、不可解極まりないんですよ。被害者いない。
で、ここに学生が被害者って書いてますけど、まあ、その通りなんですけど、でも薄く広くになってしまってですね、そのあれですね、日大のお金が田中理事長、元理事長ですか、前理事長にさらさらと懐に流れ込んだというだけの話でしょ、この事件の構図は。なんでそれをその検察の特捜ともあろうものがですね、検挙しなあかんやろと。で、額だってたかだか5400万でしょ、脱税額が5400万で、マルサがやると2億3億は絶対出てくるわけですよ。なんで検察をやるのか、日大という、まあまあ、私立とはいえ大学だからでしょうかね、でもそんな悪いことしてる大学いくらでもあるやん、あれいくらでもあると思いますよ、私は。いや、これ、本当、何が狙いなんかようわからん。という感じですね。まあ、その田中さんという方がね、以前から非常にこう独裁権を振るってこう問題であるっていうのが分かりますけど、一私学の問題でしょ、一私学の問題。まあ、日本 最大とはいえ、所詮は日本私学の問題ですんで、税金だって変な話、毎年90億入ってるだけでしょ、大したことないじゃ大したことないやと思うんですけどね、思うんですけども、なんかこれが事件化されて今でもこうあれいろいろキャンキャンと毎日毎日ネタになって、この願う楽はこの3000億の中身ぜひ公開してほしいなというという、まあ、公開されてるのかどうか知りませんけども、あれですね、中身どんな、不動産がどんだけあってとかね、金融資産がどんだけあってとかね、株式がどんだけあってとかっていうのをこう見たいなという気がしますね。で、仮に不動産処分するにしてもね、僕らみたいに日大以外の人間にはね、いい思いはさせてくれないんですよ。絶対に日大系の不動産が出て、へーってやるんですよね。まあまあ、それはいいんですけどね。ですね、学生さんがかわいそうだし、卒業生が120万人いるらしいんですけど、120万人ってね、日本人にね、日本人のね、100人に1人が日大なんですよ。これすごいことないですか、100人に1人ですよ、100人に1人日大卒業班、すごいやんそれって、120万ですよ、うわーすごいな、創価8回よりか少ないけどみたいな、まあ赤旗の購読者よりか少ないですけどね、でも120万人はすごいわ、だからまあそれはいいんですけど、あれですね、90億多分減らされるんでしょうね、そういう、まあ、乱脈経理が乱脈であったということでしょうから、90億の、ね、助成金はまあいかほどか減らされる、あるいはゼロになるかも分かりませんし、来年の受験者がですね、減るかも分かりません、減るでしょうね、増えはしいひんでしょうね、今度はそこに日大行こうとかいうモチベーションにはならないでしょう、なかなか。なんで増えはしないと思いますけども、まあまあそんなええんちゃうのという感じですね。このそんなん言うておいで、またね、この前も言いましたけど、何年か経ったらまた田中みたいなおっさんがね、理事長やってるかも分からんでしょ。所詮はね、その人間の組織ですから、こういうことは起きるわけですよ。なんで、組織をね、なんていうか、浄化させようと思えばね、常に透明化しとくしかないんですよ。これはマンションの管理組合もそうですけど、常に透明化していないとですね、中で悪いことする奴がいるわけです。人間、悪いことしませんよ、そんな。人間って偉そうにもしたいしね、お金も欲しいしというのが基本人間ですからね。それをこう簡単にできるような構造にしとけば、必ずそれは簡単にやってしまう人間が出てくるわけです。だからそのシステムとして、あれですね、変革をしなきゃいけないんですけど、まあ無理でしょうね、普通は。これがね、企業であればね、企業ってのは本来お金を儲けるという、こう、使命があるでしょ。だからそれに向かっていくんでね、あんまりその変なこと起こりにくいんですけども、これ、お金集めてるだけでしょ、大学って。だからですね、まあそういうことに陥りやすい、入ってくる金をどんどんどん使えばいいという、お金は本当に毎年定期的に入ってくるという、そういう組織なんでね。
はい、ということでございまして、このヤフーニュースのサイトをですね貼っておきますのでですね、私みんな読んでしまいましたけども、ご自身の目で確かめたいという方は言っていただければと思います。タイトルはですね、日大には3000億円の資産がある、学費値上げの懸念に大学ジャーナリストが証言。大学ジャーナリストというジャーナリストがあるんですねそれで食えるんやね、きっとね。はい、ということでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。